やれやれ、手加減するというのも難しいものだな。悪いが、これ以上君の相手をしている時間はない。ではまたな。結局見つけたものはキースさんに持っていかれ、とりあえずマリオンさんに報告だけでもしておこう。なんという強さだ、この私をシガにもかけないとは。思ったより大変だった。キースさんまで出てくるし、ニオには会えたけれど、これからどうすればいいんだろう。とにかく一度帰ってマリオンさんに報告しなきゃ。この町の人間は冷たいね。声をかけてくれたのは君が初めてだよ、アーシャさん。ラナンさん、今日もまた行き倒れてたんですか？まさか、腹を満たすくらいの持ち合わせはさすがにあるよ。いくら僕でも街中で行き倒れたりはしないさ。ちょっと空を見上げていたんだよ。ここから見える空は格別だからね。でもそうは見えませんでした。空を見るなら普通に見上げれば。まだまだ甘いね。普通に空を見上げても
首の角度の関係で限界がある。僕は空以外のものは何も視界に入れたくなかったのさ。と言われましても、もっともそう思ったのは最初の数分で、すぐ立ち上がろうとしたのだが、ここに登ってくるまでに思いのほか体力を奪われてしまっていたようで、少し動けなくなっていたところだ。じゃあやっぱり行き倒れみたいなものじゃないですか。あの、休むならそこにベンチもありますしそうだね、今度からはベンチで。それがいいですよ、地べたら声をかけづらいですから。うん、君は細かいことを気にするんだね。そして母なる大地に背中を預け、無限に広がる空だけを見る。なんとも贅沢な話じゃないか。そうしていると自分が本当にちっぽけな存在に思えてくる。しかしそんな心細さがまた逆に。どうだい、今度挑戦してみては。まあ君は詩人ではないのだし、そこまでして。それさて、いいものも見たことだし、そろそろ僕は失礼するよ。またどこかで会ったら遠慮なく声をかけてくれたまえ。では。どれ、これでいいのね。はい、はい、いつ、守備はどうだった？はい。なるほどね、
失踪したはずの村人の姿が村のけど、彼らは忽然と姿を消した。はい、ニオの妹の姿もあったんですけれど、私の声は届いてない。少なくとも盗賊とか毒ガスとかって感じはなかったです。事件性はなく、不思議な現象だけが確認できた。不思議なものといえば、キラキラした不思議なもの？もしかしたら失踪事件に関係あるかもしれません。実物を抑えられなかったのは残念だけど、参考にありがとう。報酬を用意してあるから。いえ、どういたしまして。じゃあ私、とりあえずお仕事は。ニオのこと、もう少し分かったらよかったんだけれどな。マリオン、一つ追加で報告です。先ほどの持ち去ったのは、あいつがハロス村に？はい、直接戦いました。おそらく、残念ながら取り逃がしてしまいましたが。凛花でも抑えられないなんて噂通りみたいね。まあ、他の仕事で手一杯だし、しばらくは放っておくしかないか。次は必ず捕まえます。消えちゃった。最初の時は確かに私を見てくれた。あの時とどう違うんだろう。落ち着いてよく考えてみよう。きっと何か手がかりが。見つけた場所によって種類は全部違うみたいだけれど、いつも使ってる薬草とは根本的に違うみたい。キースさんが教えてくれた通り、やっぱり関係あるのかな。でもこの花をどうすればいいんだろう。本にも載ってないし、調合に使っても見たこともない変化するし。ふふ、まだ先は長そうだね。遺跡の花をもっと詳しく調べられるようにならなきゃね。今の私にはこれがなんだかさっぱりだもん。錬金術師だったらこの花のこともちゃんとわかるのかな。私、今よりしっかり調合頑張らないといけないのかも。それにしてもこの花すごく綺麗。今まで見たこともないよ。ニオが見たら喜ぶよ。花が好きだ。ただいま。お姉ちゃん、お薬の素材探してたら綺麗なお花を見つけちゃったの。このお花、お薬に使えないかな。きっと素敵な薬ができると思うの。あ、お姉ちゃん、またご飯食べるの忘れてお仕事してたでしょ。倒れるまでお仕事しちゃダメでしょ。待ってて、私がご飯作るからね。ほんとお姉ちゃんは私がいないとダメなんだから。